は1号艇西山隆弘です。予選トップ通過、準優も逃げて3年ぶりの G1 タイトルに王手。トークも走りも軽快、スタートも冴えています。1号艇西山。そして2コースを伺うのが2号艇赤坂俊介です。 G1 初輸出初優勝を飾った唐津で、それ以来約14年ぶりの G1 優勝がかかっています。3コースには3号艇の吉川元博。昨日の準優はトップスタートでまくって優出一番乗り。3年ぶりの G1 タイトルへ、ここも攻めるのみです。3艇が引っ張っていきます。角4コースに4号艇の片岡正弘、強力29号機を操って3勝マーク。6年半ぶり2度目の G1 優勝へ、角からチャンス大。5コース5号艇貝原勇気、ドリームファーストは指して1着、準優は馬場を3周1マークで競り落としての優出です。そして大外に70周年記念の覇者、6号艇浜野健吾、今年の関東チャンプが当地 G1 連続優勝へ挑みます。枠なりの3対3、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4号艇がわずかに覗いていますが、他の艇もほとんど差がなく1番区の攻防に向かっていきます。逃げようと1号艇の西山、指す2号艇赤坂、まくり出しは3号艇の吉川、先頭は1号艇の西山が逃げています。スタートは前艇正常でした。逃げた1号艇西山が先頭、2番手に3号艇の吉川、残り4艇はその後ろにずらり並んでいます。2マークトップで回ってくるのは1号艇の西山、続いて3号艇の吉川、内側から6番、さらに握って4番と折り返します。先頭は1号艇の西山、リードを広げました。2番手が3号艇の吉川、3番手は依然接戦、5号艇貝原、6号艇浜野へ並んで、その両サイドから2番4番も差がなく追走。2周目1マーク、1号艇西山、3号艇吉川、その内側から5番2番6番と相次いでバック側。2番手は3号艇の吉川が大きくかわしています。そして3番手の接戦は6号艇浜野対5号艇貝原に絞られてきました。6番5番の接戦で、これから2周2マークです。先頭1号艇西山、2番手3号艇吉川、3番手は6号艇浜野への外を来た5号艇の貝原、両者が譲りませんが、直線コース6号艇の浜野が前に出てきました。3番手は6号艇浜野健吾、追いかける5号艇貝原、さらに後ろは2号艇片岡、4号艇片岡、2号艇赤坂で3周1枠。先頭で抜けた1号艇西山、2番手3号艇吉川、3番手は6号艇の浜野や、追いすがる5号艇の貝原です。そんな中、先頭は1号艇の西山隆弘です。通算では47回目、 G1 は約3年ぶり3回目の優勝に向かって、ラストターンマークトップで折り返してきました。2番手は3号艇吉川、3番手6号艇浜野を指してくる5号艇の早原、3番手は5番6番の接戦で間もなくゴール。先頭1番西山優勝五輪、3番吉川五輪、5番早原と6番浜野は接戦で五輪、4番片岡、2番赤坂五輪です。それでは優勝しました西山選手から一言いただきましょう。はい、G1 ダイヤモンドカップ優勝、西山隆弘選手、おめでとうございます。ありがとうございました。今のお気持ちいかがですか？いや、ほっとしました。はあ、風強くなったんで。そうだったんですね。はあ、とにそのあたりスタートは自信持っていけました？もう そこだけは自信、自分の武器なんで、はい、信じていきました。そしてとにかく地元若松のクラシックの権利が欲しいと言われてましたが、ゲットしましたね。ナフコに行ってもニトリに行ってもその権利売ってなかったんで、これ取るしかないって聞いたんで、よかったです。もういい緊張感で臨みました。そうですね、緊張集中してたんですけど、カズマさんにしろ土屋にしろ池中がもう集中乱すんで、はい、逆に良かったです。はい、さあそして、まあ、峰選手も持っていないというこの唐津 G1 のタイトル手にしましたよ。気持ちがいいですね。ミネネバカバカ、これで5月のオールスターにも弾みがつきますね。いや本当、あの投票が力になりましたね。もう嬉しかったです。はい、今日も水面たくさんのファンの方の声援聞こえたんじゃないですか？いやもう本当にね、あんだけいたらもっとオールスターの票伸びるはずなんですけどね。はい、今で嬉しかったです。でもはい、そして画面を通しても全国のボートレースファンの皆さんがキュンとしたと思いますので、はい、最後にではメッセージお願いいたします。ギュン、はい、おめでとうございます。はい、優勝しました西山選手の喜びの声、そして表情もご覧いただきました。12レース優勝戦の払い戻し金はご覧の通りです。